皆さんこんにちは、藤本補正真です。今日は、動き出しについて、深掘りしていきたいと思います。前回シングルスの動画で、動き出しについて少しお話はしたんですけど、結構動き出し本当に難しいので、そのあたりをもう少し深く皆さんに伝えていければいいなと思います。はい、まず、動き出しをするときに、リアクションステップを必ずねこう取っていくんですが、そのリアクションステップをねなぜ取らなきゃいけないかっていうことなんですけど、まあ、ジャンプをするときにねこう普通にここからいきなりジャンプするよりも、こう1回踏み込んですぐジャンプしていく方が、ジャンプしやすいと思うんですけど、まあ、その要領だと思ってください。細かいステップを入れることで、バドミントンの素早い動きに早く対応できるようにしていくということが大事になります。ゆっくり徐々に速くじゃなくて、動き出しからいきなり速いスピードにしていくっていうのがバドミントンでは必要なので、その動きが作れるようにリアクションステップを、踏んでいくっていうふうに考えてください。で、上手い選手になってくると、なかなかこのリアクションステップを取っているように見えないんですけど、多分みんなですね、これは強い選手はみんなそうなんですけど、もうタップジャンプだったりとかタッピングだったりとかはもう腐るほどやってます。もうものすごい、練習でねやらされてて、もう実際その体が実際その本番の試合で動かなくても、もうパッて反応できるように、もう体がねそういう体になっているので、皆さんはねなかなかそうはできないと思うので、私も含めてまずタップジャンプとか、タッピングをねいっぱいやっていくってことがすごく大事になってきます。はい、じゃあリアクションステップについてお話ししていきたいと思います。まずですね、リアクションステップをするときに、最初ジュニアとかでね練習するときに、最初ジャンプして動く、こうジャンプして動く、ジャンプして動くっていうふうに教わると思います。で、それでねやってる大人の人もいるんですけど、それがですねレベルがどんどん上がっていくと、こうジャンプした瞬間にこう打たれて、うわ遅れる、あ遅れるっていうことがね、結構出てきてしまいます。だからそのジャンプのね質をどん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 上げていかなきゃいけないんですね。で、その最初はこういうジャンプだったのを、じゃあどういうふうにしていくかっていうと、こっからもう目線をですね、こっから上げないで下に下げていくような動きで、これをね私はドロップジャンプっていうふうに言ってます。こう下にジャンプするようなイメージで、股関節を曲げる、膝をパッて上げていくような動きですね。でこの動きで動き出していく、ここからパッて動き出す、パッて動き出す、こういう動きを、作っていけるようにしたらいいかなと思います。で、その動きを作るときなんですけど、まあ、股関節のね動画で、お話はしてると思うんですが、こう股関節を曲げるのと同時に膝を曲げていく、パッていう、この動きがしっかりできないと、こうちょっとバランス崩したりしてしまうと、動きが遅くなってしまうので、まあ、この股関節をしっかり、曲げて動かすということと、あと重心をですね、ど真ん中に、ね、こう右とか左じゃなくて、ど真ん中にしっかり落としていくような動かし方をしていくことが、すごく大事です。で、重心が真ん中にあると、こういう動き、こういう動き、こういう動きをするときに腰が動かしやすくなります。これがバランス崩すと腰回せなくなったりするので、うわーとか うわーとかこう、ね、無駄な動きがあってすごい疲れてしまうので、重心が真ん中にあることでこういう動きがスムーズに作れるようになってきますので、重心を真ん中に置いて足が、ね、こうスムーズに動かせるようにしてほしいなと思います。で、動き出しね、こう重心を早く崩すっていう時に腹筋を少し使っていきます。瞬間的に腹筋を使ってパッ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 、ね、サイドもパッパッ、こう瞬間的に腹筋を使って、こう普通だとこう崩れていくやつをもっとより早くより早く崩していくような動きで、早く動き出しがね早くできればいいなと思います。動き出しもこう徐々に早くじゃなくてね、瞬間的にパッて動き出せないと意味がないので、そのバドミントンの速さについていくためには、その動き出しからパッてすぐねトップスピードに行けるようなスピードを作っていかなきゃいけないので、その腹筋を使ってしっかり動けるようにして、いってほしいなと思います。はい、それでですね、シングルスの動画の時にちょっとお話ししたんですけど、シングルスね相手がスマッシュ打ってくるよって時に、股関節からこう動いていく、足を横にして
股関節から動く、股関節から動くって話をしたと思うんですけど、これはあくまで、シングルス的な動きになってきます。だからダブルスでね、こういうふうに動いてるとね、確実に球は取れるかもしれないんですけど、打点がすごく下がってしまいます。ダブルスにおいてはできるだけ早くシャトルをね、触っていくことの方が大事なので、パッて足を動かす、パッて動かす、こう素早く対応するような動きをね、作っていかなきゃいけないので、それをするためにはね、股関節から動くではなくて、こうタップジャンプからパッて動く、パッて動く、パッて動く、こういう動きですね。こういう動きが作れるようにやっていきます。で、この動きはシングルスでもね、もちろん使えるので、シングルスで、こういう動きができないからダメかって言ったらそうじゃなくて、シングルスでも別にこういう動きでね、全部やってもらっても大丈夫です。ただね、こう質をどんどん上げていく中でやっぱり使い分けていくっていうことがあるので、そこはね、シングルスの動画の時にまたね、詳しく話していきたいと思うんですけど、両方使えるようにしていった方がいいと思うので、この動きだけでもね、この動きだけでも十分シングルスでも通用するってことを頭に覚えておいてください。で、この動きをするときにまず6方向だから、フォア前に動き出す動き、バック前に動き出す動き、サイドのフォア側、サイドのバック側、サイドのフォア奥、ラウンド側のフォア奥、ね、っていうこの動き出し、こうパッパッ、ね、6方向にまずね、しっかり動けるように練習してもらえればなと思います。で、その股関節をね、曲げるときにこう癖でこう反っちゃう人がいるんですけど、股関節を曲げるイコール反るじゃなくて、反るときっていうのはネット前とか安定させるとき、体をね、こうグッて安定させるときは反ります。だけど動き出しの時に反ってしまうと動けなくなってしまうので、この背中をグッてこう反るんじゃなくて、このままこのお腹周りの筋肉をある程度緩めた状態のままパッてこう股関節を曲げていくってことが重要になってくるので、そのあたりね、こうどうしても股関節曲げろって言ったらこうやっちゃう、反っちゃう人がいるんですけど、そうならないように気をつけてください。はい、それでは動き出しのね、悪い人の特徴というのがいくつかあるので、それを、お話ししていきたいと思います。自分の中ではだいたい4つぐらい、パターンがあって、その4つをですね、ちょっと一つ一つ紹介していきたいと思います。で、まず1つ目なんですけど、まずですね、バランスが崩れやすい人、こうリアクションステップ取った時に、例えば股関節、これね、股関節硬い人に多いんですけど、股関節が硬い人はリアクションステップ取った時に膝を曲げる量が多いので、股関節曲げるよりも膝をいっぱい曲げるとかかとの方に重心が移動しやすくなります。で、そうするとかかとから動き出すことはちょっと難しくなってしまうので、ワンテンポ遅れやすくなって、間に合わないというパターンが一つで、あと相手のフェイントとかに外にこうなんか、なんですか、重心が行ってしまう人がいるんですけど、外に行ってしまう人もこう外側の足の外側でこう蹴って動くことが、ね、難しくなるので全く動けなくなることが結構あります。で、そういう人はですね、内転筋がこの内側の筋肉が弱くて、動き、なんていうんですか、足がすぐ外に行ってしまう人がすごく多いです。で、そういう人は、自分でこの内転筋を鍛えていかなきゃいけないんですけど、例えば、これ一つのやり方として、かかとを上げます。で、この時にすでにこう外に行きやすい人って内転筋がちょっと弱いので、この時に内側、この足の内側ですね、特にこの辺りをグッて内側にこう寄せながら両方の親指に力を乗せていく動きですね。で、かかとを上げた状態 でこのままこうしゃがんだりしてもできるような動きだから、力がすぐ外にこう逃げてしまうような人は内転筋を鍛えていくということを意識してください。これは動き出しの中でもしっかりこうホームポジションに戻ってきた時にしっかり親指側に力を乗せていく
乗せていく、これがこうならないように力をしっかり乗せていく、ちょっとね膝より若干つま先の方向よりも膝が若干内側ぐらいでもちょっとだったら大丈夫だと思います。それぐらいの意識でこうしっかり親指側に乗るってことを意識してみてください。あとリアクションステップ取るときに、相手の、フェイントにもよるんですけど、こう右に乗りやすい人、左に乗りやすい人っていうのがいます。例えばこういう動きになりやすい人っていうのは、こうなりやすい人は右に乗りやすい人、左に乗りやすい人って言います。だから自分でまず重心をしっかり真ん中を作って真下にうまく落とせるように意識してほしいなと思います。で2つ目なんですけど、今度先入観とか条件反射で、動いてしまう、ね、例えば相手がリバースカット打ちます、ここからリバースカット打ちました、その時に、あってこうなってしまう、ね、相手の動きに騙されて、動いてしまうというパターンが結構あります。でその時に、ね、条件反射ってこうどうやって直すのって結構大変だと思うんですけど、やっぱり相手がシャトルを打つまで動かないってことが結構大事になってきます。相手が打つ前の動きで引っかかってしまうので、相手がシャトルを打ってしまえば球の軌道はもう変わりません。でも打つ前の動きで騙されてしまうので、何で判断するかっていうことを考えてですね、僕だったら例えば音、この当たった音、シャトルをパンって打った音を見て、音を聞いてから動き出すとか、シャトルをずっと見てシャトルが動いた方向に動き出すとか、そういうふうに考えてみてください。どうしてもね、相手のモーションでパッて動いてしまって逆突かれてしまうっていう人はやっぱりこうね、強い選手になってくるとね、こう見たことないフェイントとかね、こうやってくる人もいます。でそういう時にいかに早くねそれに対応できるようにするかってことが、ポイントになってくるので、まずは動かない、相手が打ってから動くっていうことを意識してください。で意外と目の前に球が実は落ちてきてるんだけど、体を一回こう騙されてることですごく遠く感じることあります。だけどその時に一旦こうグッてタイミングを遅らせてもいいから、相手が打つまで我慢して打ってから動くってやれば、打点がねちょっと下がっても、取れること結構ありますので、まずは相手が打ってから動くっていうところをね、しっかり自分で意識してできるようにしていければいいかなというふうに思います。であと相手のすごいなんていうんですかね、びっくりショットみたいな、うわってこうびっくりする時の、球がね時々あると思うんですけど、そういう時って人間もうびっくりこうした時、びっくりした時っていうのは基本的に膝が伸びる状態、重心が上に上がるっていう状態になりやすいです、ね、これは誰でもそうだと思うんですけど、その時に私もねやっぱりこう昔うわってなってこう取れない、うわってなって取れないってこと結構ありました。でその時に、じゃあどうしようかってなった時に、やっぱりねこう足を床につけてしっかりこう深く沈んでいくと球っていうのは多少引っかかっても取れます。でその時にやっぱ私自身はこうびっくりしたら下に下げる、びっくりしたら下に下げるっていう癖をつけました。相手がうわってなんかやってきた時に下、ちょっと崩れても下、ね、ちょっと崩れてもしたっていうふうに意識すると、そこから動き出すこともできるので、やっぱりこう何かあったらわって何かあった時にパッてこうしたパッてしたに落とせるように、少しこう意識を変えていけるといいのかなと思います。で、3つ目、力みやすい人で、この力みやすい人っていうのは、上半身が力みやすい人、下半身が力みやすい人がいるんですけど、下半身の場合だともう股関節ね、股関節使うときにこのお尻だったりもも裏だったりを使ってこうスクワットをしていくって話をしたと思うんですけど、このスクワットしたときにもも裏じゃなくてどっちかというとこのももの太ももを優位に使ってる人はですね、結構動き出してこうガッて固まってしまうと足がもう動かなくなってしまいます、ね、ちょっとやってほしいのがこういう動き、こう軽くスクワットをしながら膝がねこうやって動くかどうか、膝がこうやって動くかどうか、こっち優位で働いてる人は膝がねこうやって動かせません、ね、こう動かすと膝がこうパッパッパッてこういう動きから動かせるんですけど、ここ優位の人は
太もも優位の人は膝がねこう動かない、こうなんか固まっちゃってこううまく動かせないってことがあるので、まあちょっとこう動かしながら軽くねこうスクワットしていくと、それ自分がどっちが優位に働いているかっていうのがちょっと分かりやすいかなと思います。で、上半身に力が入りやすい人っていうのがですね、例えばこうラケット持ちます。でラケット持った時にもう相手が打つ前からぐーってこう指すごい握ってる人ね、そうするとすごいここ力入って、指に力が入ると全身この上半身全体に力が入ってしまうってことはよくあります。だから指の力を抜くと、全体的に、力が抜けやすいというふうに、僕は思っていて、それをね意識してほしいなと思います。であと相手が例えばスマッシュパンって打ちました、このパッてラケットを出すときにガッて指をね握ってしまう人も多分そのパターンに入ってしまうかなと思っているので、できるだけ、ね、こうできるだけこうパッてラケットの面をこうレシーブするときとかにこう作ったら、そこから握り込んでいく、面を作って握っていく、面を作って握っていくということができるといいです。で例えばフェイント、ね、ドロップ相手が急に打ってきたときも親指を抜いている方が全身の力は比較的抜きやすくなるので、ここをちょっと浮かすような状態にしてパッてこう反応するガッてこうグッてこうならないように、指の力をちょっと抜くってこともぜひやってもらえるといいと思います。でスマッシュに対しても、親指の力が入ってたりとかすると腹筋が今度全く動かなくなって、もうこうサイドのこの辺の球が全部こういう感じでレシーブできなくなっちゃったりすることもあります。だから、動き出しが悪いというよりもこうレシーブする時の、動きにもなってくるんですけど、そういう指を抜くってこともちょっと意識してみてください。で最後にレシーブの姿勢が悪い人も、動き出しの悪い、特徴の一つになります。で例えばその構えた時ね、ダブルスなんかだとちょっとこう左足前とか右足前で構えると思うんですけど、この上半身がこう少し前傾している状態、相手がねフェイントかけてきた時っていうのはちょっとこうびっくりしてバッてこう少し上がっちゃうことあります。だけどこの前傾している状態でちょっと上がったぐらいだったらまだ対応できるんですけど、これが垂直に構えて反った状態になったら多分体幹が強くてもだいぶ遅れてしまいます。だから構えた時にこう前傾してちょっと引っかかったぐらいだったら取れます。だけど床と垂直ぐらいに構えててわってなったら多分もう取りに行くことができなくなってしまうので、できるだけこう前傾で少し構えるっていうことを意識してやってもらえるといいんじゃないかなと思います。で、特にねこのタップジャンプだったりとか、その前あのタップジャンプだったりその動き出しの部分を、ね、意識してほしい場面っていうのが、僕の中では3つ、これ一般プレイヤーの中でね特にここはちょっと意識しておこうっていうところなんですけど、特に前衛で待ってる時、どこに急にパートナーがこっち打ってこっち来てもパッて対応できる、ね、どこに打ってくるかこう後ろ見てないんで分かんないので、もう見えたところから素早く反応していかなきゃいけないです。だからそういう時にぼーっとしてあー取れないじゃなくて、どこにでも動き出せるようにタップジャンプをしてください。で、あとサーブレシーブの時も皆さんね上手い人結構何にもしてないようにしてこう構えてますけど、意外とこの体の中でね、もちろんこうやって動かしたらフォルトになっちゃうのでダメなんですけど、体の中でこう細かく、こうタッピングだったりとかタップジャンプだったりとか、そういうね細かい体の中でこう来て、その中で相手の球に対して早く動くっていうことをやってる人多いんじゃないかなと思います。本当に上手い人はねもうそんなことしなくても待ってる状態から来てパッて反応できるかもしれないんですけど、自分とかね、割とこう細かいステップいっぱい入れながら相手が打った瞬間に反応するっていう、意識を持ってやってます。ちょっとねやってみてください。あとサーブレシーブと、あとサーブをパートナーがサーブ打つ人の後ろで構えている人もそうですね。3球目の球に対してパートナーがサーブ打ちます、相手がサーブレシーブします、その次の球結構どっちに来るか分からないので、こうサイドで構えながら細かいステップ取ってパッ反応できるようにやってほしい。この3つはね特にこう
何もこう動かない状態でもしっかりこうタップジャンプとか、してこう動き出せる準備を作った方がいいかなと思います。でサイド横に速く動かなきゃいけないときは基本的に重心を真ん中にした方がいいのでタップジャンプでいいと思います。前後に動くときは僕のやり方はタッピングにしてどっちに対しても速く動けるようにタッピングでこうパッパッていうふうに対応していることが多いのでよかったら参考にしてください。以上です。